よろしくお願いします。座りましょう。はい、はい、よいしょ。ヒルンセンスっていう作品だったんですけど、あのいろんなこう街中にこうアートが本当にたくさん展開されてるんですけど、その中でソニーさんのその展示が非常に心に残って、なんかこうすごいハイテクの技術が使ってあって、なんだろう、なのにわざわざこうわざわざっておかしいな、アナログの表現を使うことでこう人の生活の中になんかこうプラスの作用が起きるというか、そういう試みを、まあ、僕が勝手に感じたんですけど、それってなんか表現の仕方として、まあ、僕もこのニフレルを作るっていうミッションの中でいろいろこうどういうふうにしたら伝わるかとか、表現の仕方っていうのってやっぱそれからずっと気にしてたんですけど、ソニーさんのそのアプローチが心にのすごい残ったんですよね。なんかこう紙が貼ってあって、うん、こうゆらゆら風で揺れてるように見えたりするんですよね、うんうんうん、それって影がマッピングしてある。そうですね、はい、普通の何もない、あのただの貼ってる紙なんですけど、何も動かない紙なんですけど、ね、そこでプロジェクションマッピングで影を表現してあげて、あたかも動いてるみたいな。そうすると風吹いてないんですけど、そうですね、なんか生活の中で無意識に風を感じることができる、うん、ですけども、私個人的にはあまりこうテクノロジーしなくて、うん、いかにこう生活の中にテクノロジーをまあ融合というか溶け込ませるみたいなのが一つテーマになっていて、本当にこうじゃあテクノロジーどうぞみたいな感じではなくて、こうふわっとこうさりげなさを感じるような、はい、まあ、ユーザーインターフェースというか、そういう、こう操作パネルとかも一つ取っても、うんうんうん、かなりこうガチャガチャっとしてるわけじゃなくてふわっと出てくるみたいな、そういったところが特徴だったので、そこはすごい面白い点かなと。いわゆる手法みたいなところを見せたいのではなくて、その根底のところは、うん、さっき佐藤さん言われたみたいに、その人の生活の中でどう何かこう良い現象が起きるかみたいなところは、うん、特にうちだと別にニフレルも手法を見せたいわけではなくて、うん、その生き物が本来持ってる魅力をなるべく気づいてもらえる形にするとか、あるいは興味を持ってもらえる形で空間を作るとか、もともと興味があまりない人にも少し目を向けてもらえるような空間作りをするとか、なんかそういうところは、でそれが結果的にその生き物にとってもいいことが起きて、それを体験した人にとってもプラスのことが起きていくっていうのを、まあ、目指しているところがあるので、ソニーさんのその心にはなんとなく勝手にすごい共感した感じで、で、まあ、万博すごい好きなので、うん、まあ、ここの土地自体は知ってたんですけど、ニフレル自体は訪れたことがなかった。なので、改めてこうニフレさんに思わせていただいて見てみると、やっぱりコンセプトが素晴らしいなっていうところがありまして、まあ、大水槽を使ってないところも、うん、まあ、考えがあったりとか、まあ、それぞれ多様性というテーマで各その動物の特性とか個性だったりとか、そこをこうピックアップして展示されているって、まあ、素晴らしいなと思ったので、まあ、そういうところってこう自分がこう目指しているところと結構近しいところがあったので、そこはすごく面白い水族館さんだなっていうのもあったんですけど、そもそも水族館でもないってお話だったのでそこもなんかすごく感銘を受けたというところもありますね。はい、子供の頃の記憶が、はい、こう大人になってこう実は根底に生きてるみたいなのってすごくいいことなので、うん、そっか、はい、まあ、これ今作品ね、響きに触れるとかも、はい、まあ、僕が携わっている中でこうなんかこう原体験になればいいなって思いがすごいあって、うんうん、確かに
そこら辺がこううまく生かされるというか、はい、発展していけばいいのかなっていうの思いますね。そうか、うん、ソニーさんともう結構まめに打ち合わせを本当にしていて、ね、うん、だからその中でさっきあったコンセプトであるとか自分たちが何を伝えたいかみたいなところもこう密に共有した上でソニーさんの技術と、まあ、僕らが持ってないもの特にそういうものをこうすり合わせていったらなんか自然とこういう音をテーマにして展示を作ると新たな表現をすると、うん、なんかそういうところにこう修練されていった、うん、例えば触覚だったり嗅覚だったりとかいろいろある中で、はい、例えば音にこだわった展示ってあんまり実はやったことないよねっていう話をしていて、うん、まあ、それでこんなのどうですかってちょっと聞いてみたら、ね、実はそのあそう納得していただいたというか、うん、すごい面白い企画だって言われていただいて、前職のディズニーで、うんうん、まあ、4週間ぐらいジャングルの中にこう、うん、ロケ取材をしたことがあって実際に行かれた実際に行ってそしたらもうやっぱりジャングルの中ってもうとてもいろんな情報にあふれている、ね、音の情報にあふれているものもあったりとか、うん、なんかそういうの面白いなと思いましたね、うん、まあ、そうだから多分今回作っていただいた作品の中とかも、はい、そういう経験が元にそうですね、割と根底にありますよね、はい、そうですね、ですよね、確かにあえて一瞬こう無音を作ったりとかもしてたりしていて、はいはいはい、それは例えばその無になってこう、うん、一瞬こうふっと消えた瞬間っていうのを、まあ、感じていただくってなかなかちょっとね言葉やとかビジュアルで説明しづらいんですけど、はいはいはい、体験いただくとこうふっとこう自分に我に返るみたいな瞬間があったりとか、うんうんうん、そういったものはね面白い効果だなと思って取り入れさせていただいたりとか、はい、関西圏の、まあ、例えばいわゆる里山って言われてるところだったりとかに、ね、はい、こう音をマイクを持って取りに来たかったんですけども、まあ、それはちょっとなかなかかなわないっていうのがあったので、そうなんですよね、はい、確かに、なので、まあ、それはちょっとこうイメージで、うんうんうん、既にある音とかでこう構成させていただいたりはしたんですけどね、ファンタジーの部分があったりとかする、うん、環境をどういう動物の生息環境っていうのをイメージしていただくことをまず第一にしたいなと思ったので、ある意味こうファンタジーな音作りにもちょっとトライしてみたいとしていますね、はい、実際にはあのね、ニフレルに動物も結構ね、うん、そうですね、ちょっと入れてもらったんですけど、はい、ねえ、それを探していただくっていう楽しみもね、はい、作らさせていただいたので、リアルを本当に作れればいいんですけど、うんうん、それは多分無理だとすると、うん、リアルのようなものを作ると、うんうん、結構嘘くさくなっちゃったりするんで、うんうんうん、逆にそれが少し、まあ、ファンタジーなのかちょっと抽象化されるのか、うんうん、なんか置き換えられると、うん、実はそっちの方が実体験に近い感覚を持つことってありますもんね、うんうんうん、そうですね、なんかそこは本当にそう思って、うんうん、今回僕体験しても本当にそれは思いました、うんうんうん、ありがとうございます、うん、思いを馳せるってところが一番の、そうですよね、目的なので、うん、面白みとして捉えていただいて、はい、いろんなこう、なんですか、イメージの仕方を各々で持っていただく、はい、まあ、それも一つの多様性かなって考えているので、うん、まさしくそのミフレさんが大事な感性に触れるっていうところですね。まさにそんな、はい、私がその関西圏の方々、特に自然の、まあ、自然と接して仕事をされている方々に、うん、直接お話を聞きに行かせていただいて、多様性は何ぞやっていうのをちょっと聞いて回ったと、うん、それをパネル展示にさせていただいてます。いや、すごい良かったなと思って、ありがとうございます。いや、ごめんなさい、良かったなと思ってるのは、なんかちょっとあれがあることで、それこそさっきの自分ごとというか、うんうん、自分とこう比べやすいんですよね、うんうん、植林をされている奈良の吉野で、はいはいはい、植林されている林業の方のお話を聞いたしたんですけど、それもパネルにしているあるんですけども、聞くとやっぱりこう100年かけて一本の木を作るってお話があって、うん、まあ、100年って、ねね、
私100年後何してるんだ、100年後に何残してるんだっていう気分になったりとかするので、ね、次の世代、次の、まあ、さらに次の世代みたいな、次かもみたいのって、はい、なんかすごいね、ちょっと僕もドキッとして、うん、いやでもそれがものすごい大事なことで、うん、なんか全てのことにそういうふうに思えたり、うん、行動ができたらきっと、うん、多分解決することが多いですよね、問題として ね、きっと、うん、そういうのをその人の生活からこうあのパネルで感じ取れるとか、ね、そうです、ね、僕もあれちょっと感動しました。今回は音にフォーカスを当てて展示ができてるんで、ここでその聴覚っていうとこから感じるものっていうのを少しこう意識をしてもらえると、きっとここの体験だけで終わるんじゃなくて、おそらくニフレルから出た後も周りの音に少しこう気が意識がいくかと思うんですよね。そうすると今まで気づいてなかったような生き物の声が聞こえたり、自然の現象の音が聞こえてくると、でそういうのをこう感じることが日々の中に積もっていくと、おそらくね、あの今までよりもよりなんか豊かな、なんか心が少しなんだろうな、豊かになるってちょっと偉そうなんですけど、生活にとってちょっと楽しみが増える、なんかそういう風になっていってもらえるといいかなと思います。そうですね、やっぱりあの館長もおっしゃられているように、あのこの世界って意外と音に満たされているところがあるところがあって、それがまあ一つ多様性というキーワードを今回使わせていただいたんですけども、本当にこう多様的だと思ってます。で本当に音って集中してみると、例えば生き物だけじゃなくて、こう一つ雨の音を取ってみても、いろんな音の鳴り方をしていると、でそこに着目してみると、まあ、新たな発見もありますし、新たな価値観だったりとか、まあ、感じるところもきっとあると思いますので、この館内 の、まあその展示で体験していただくところをもとに、何かこうあの考えるきっかけ、展示のあの見ていただいたところでこう、まあ、原体験になったりとか、何かこう考えるきっかけになっていただけるととても嬉しいなと思いますね。はい。